私は京都の週末養蜂家。今日は師匠と山へ椎茸狩りに行きます。ここは師匠が栽培している椎茸の原木がたくさん並ぶ場所。毎年2月末頃から少しずつ出始めます。とても大きい椎茸が出ていました。収穫した椎茸は早速その日の晩のお鍋に。少し厚めにスライスして白菜の上に並べます。沸騰したらお肉を乗せて、味付けはネギ塩だれにしました。仕上げにレモンとブラックペッパーを添えていただきました。師匠が育てる椎茸はとっても美味しく、肉厚でジューシー。煮ても焼いても炒めても美味しいんです。